はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回は This is the Police の15日目ですね。続きをプレイしていきたいと思います。じゃ あ、いつもの通り新聞の一面チェックしていきましょう。まず市長、警察署長は選出されるものではないと発言。続いてはロジャーズ市長、親族同様に積極的。市長、老いが警察署長になりたいなら応援すると発言と、ザ・ファクトまでがこの市長ネタを出してきてますね。ザ・ファクトはいつもなんかね、政治ネタじゃないようなものばっかり繰り出してくるんですけどね。じゃあ今日も元気に出勤していきましょう。肝心要のね、目標が全然達成されていってないような気もするんですけどね。あとはこの前大量に殉職者が出て警官不足になってるのは事実なので、警官をね積極的にやっていきたいところもありますので、そのあたりもチェックを入れていきましょう。朝の7時から出勤だからな。警察、いや市庁舎に行って、警官のスロットをまず増やしてもらいましょうと。いやスロットのアップグレードが先だな。両方やろう。んーで、あとは警察署に行ってリクルートだな。シフト B はそれなりに充実してきているけど、シフト A がやっぱり大量に死亡者が出てからどうにも取ってないのかな。シフト A も追加しましょう。でちょっと今更もう無理なのかな、シフト A にチェンジをさせていっても今日は反映されないんだろうな。これでちょっとシフト A と B のバランスを取りましょうというのが一つですね。Now she can shimmy me like Sister Kate. She's a dancing queen.モールは死にましたからね。申し訳ないことをしたよ。組合からまた訴えられてるやつがありますね。で女性警官を雇用ということで、最近起こった数々の事件を考慮すると我々にはもう少しフェニミストに歩み寄る必要がありそうだ。警察署の職員の半分以上を女性で構成しなくてはならない。無理だよこんなの、絶対無理、無視だな。じゃあ自殺予告の現場に、どうしようかな。港へ車を走らせていたタクシードライバーが呼び声を耳にする、叫び声を耳にすると橋の上に人が詰まっているのを見かけた。車を止めて様子を見に行くと、男が2人の子供と一緒に冷たい水の中に飛び込もうとしていた。ジェイソンは出て行ってしまった。私は仕事を解雇され家まで失った。もう生きてはいけない、ここで全て終わらせるしかないんだとその男は叫んでいた。自殺するつもりか。ここはじゃあパンダールに行ってもらおう。ちょっとね、大量に人を出せない事情もあるんでパンダールに頑張ってもらいましょう。で続いては住居侵入か。年配のとこから耳障りの鳴き声、喘ぎ声で通報があった。家の中に誰かいる。ドアを激しく叩いて下の階をカッポしているんだ。急いでくれ。これはねガセネタだと思うんで村田さんに一人で行ってもらいましょう。迷惑行為ビジネスセンターですね。自殺予告の方が先に進展がありました。ひどく動揺して泣いている2人の子供が橋の縁の部分に危なげに立っている。少年の隣には電水して錯乱状態の父親がいる。父親はゆっくりと子供たちを押して橋から突き落とそうとしているって、なかなかだな。どうしようかな。ご婦人のことを聞かせてくれかな。突風が吹いて子供の一人が橋から落ちそうになったが、なんとか持ちこたえた。
よろめいて地面に座り膝をすりむいた。あ、駆け寄って子供たちを救出しよう。男は歯切れの悪い口調で、これはどうしても避けることができないと話した。なるほど、選択肢が見つかる。自分が何をしているのか分かっているのか。うん。男に銃口を向け、橋の縁から離れるよう命令。子供たちにはまだ長い人生が待っている。まあ一番下かな。お、市民が死亡って誰が死んだんだよ。誰が死んだんだ一体。さあ、ビジネスセンターでの迷惑行為ですね。秘書のアビゲイル・ジョーンズは上司のマーティン・ケベクが苛立った状態で会議から戻ってきたと警察に連絡を入れた。上司は戻ってくるのに白い粉が入ったバッグを金庫から取り出しドアを閉めた。今は絶え間なく怒鳴り散らし騒ぎ立てている。秘書にユニコーンの頭を持ってこいと要求し、それができなければペーパーナイフで彼女の喉を切り裂き、彼女も家族も同じ目に遭わせてやると叫んでいる。完全にイカれてるな。ストロングとダリアスを派遣しましょう。住居侵入の方は犬だよね。よしよし。警官が少ないんだ。このまま行ってほしいけど、サンド一家からのヘルプか。一家のレストランで愛人と食事をしていた。不倫関係を内密にするため、狩りに対する警護はおろそかになっていたが、その結果バルガのスパイが部屋に手榴弾を投げ込んできた。こうした案件は警察の得意分野だろうということか。いやー、今警官がいないんだ。ちょっと待ってくれ。警官が戻ってきたら派遣しよう。じゃあここはダリアスと村田2人に行ってもらおう。すぐ戻ってこいよ。50万ドル貯めるなんてとんでもないな。まだ2万7500ドルですからね。視察のインタビューが来てますね。ここに挙げた警官たちに質問したい。マジか。ただでさえという感じなんだけどな。で、迷惑行為の方は犯人を逮捕しましたね。アイテム発見、コカイン。押収したコカインの横流しなんてできないですよ。さあ、勤務終了したいけどな。死傷者ありの人質事件。銀行か。スーツを着た男は銀行のロビーに入り、ドアをロックすると複数の客を殺した。すでにその男は一言も言葉を発さなかった。そして人に向かって発砲し始めたと目撃者は語った。多数の人々が建物内に取り残されており、男の行方は未だ不明。うん。じゃあストロングにスワットを出しましょう。さあ、もうこのまま何事もなく終わってくれよ。状況は思ったより深刻ですね。銀行の件。そしたらダリアスと村田を送るしかないよな。スワットチームを出してるんで何とか解決してほしいけど。サンド一家からのヘルプ要請。いやー、もう人がいなくて無理だ。すまん。アンナという若い女性は大手会計事務所の重要な人材。彼女が仕事から自宅に戻ると家が火事になっていた。放火した犯人たちは突っ立ったまま自分たちの仕事ぶりに陶酔している。奴らの頭をかち割って炎に投げ込んですっきりすると思わないかと。まあでもね、そうしてやりたいけど残念ながら人員がいないんです。警官が死んだか、村田が。最近死人が多すぎるな。よし、そしたら2人遅れるか。まだ帰ってきてない。彼
ってきましたね。じゃあストロングとダリアスを送るか。村田が死んだってのは痛いよな。ちょっと最近本当に死傷者が多すぎる。さあもう今日は事件さばけないよ。放火事件は新しい写真がないと。ひき逃げの方は、ひき逃げの方は新しい写真3枚入手ね。じゃあちょっと捜査をしましょう。どんな事件だったかというと、もう忘れちゃったな。濃い色の車が高速でカーブを曲がり、歩道に乗り上げながら突進。うんうん。で、事故の少し前に酔っ払いが2人ほどバーから追い出した。は。数日前、父は図書館で仕事中、騒いでいた2人組を注意しようとしたと。2人組なんだな。助手席の男はひげ面。クリミックは誰かに後をつけられると言っていたと。なるほど。濃いめの車ってことだな、まずは。ってなると、順番で言うとこうか。いや、まだだな。まだ、まだかな。ひげ面の男がいるけど、ちょっとまだ事件の解決にはならなそうだな。もうちょっと写真を集めてもらいましょう、証拠をね。さあ深夜の2時だ。もう業務を終了しよう。まあ3度以下に肩入れしてますからね。いやー、村田が死んだが残念だな。シフト A が壊滅的な状態になってるな。逆に言うとシフト B はね、安心して見ていられるというのもありますけどね。はい、というわけで今回は15日目プレイしました。また一人殉職者を出してしまいましたが、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。